ンガラバー皆さんこんにちは、わけのアレンです。アレンは今こちらの、皆さん見てわかりますか、ここミャンマーのヤンゴンにあるトレインステーションとなっております。はい、すごい発達がまだまだなので、こういった感じで一応車線はあるみたいな、ある感じなんですけど、もう日本みたいに柵もなければ電車がたくさん本数来るわけでもなく、次の電車がいつ来るかっていうのはまだ分かんない状況となっております。はい、ミャンマーは、バスとかはすごく充実してきたんですけど、電車がまだまだ栄えていないっていうのが現状でして、こういった感じ実際訪れてみたんですけど、全くすごい開けていて、こうやって昔過去に使われた電車がそういう感じで残ってて、新しい電車もまだまだまだできてないという感じで、多分他の国のでもう使えなくなった電車を輸入して再び使っているっていうような感じだと思います。はい、少し電車見当たらないんですけど、このトレインステーションの様子を撮影していきたいと思います。こういった感じでローカルの方は待ってるんですけど、この何時にどういった電車が来てどこに行くのかっていう情報が全く見当たらないですね。もしかしたらですけど、こういった感じでベンチが置いてあるので、少し休憩というか憩いの場じゃないですけど、そういった感じで使ってる方も何人かいるのかなっていう感じはします。はい、アレン的にはさっき電車見かけたんですけど、すっごい遅くてスピードもなかったので、そんなにバスの方が全然早いなっていう感じはしました。はい、これがヤンゴンの電車の様子ですね。もうかなり作らなかった電車がもうたくさん並べておいてあります。ちょっと橋があるので、ちょっと上の方まで登っていきたいと思います。どうでしょうか皆さん、こちらが橋の上からの様子なんですけど、やっぱり日本では見かけない光景なんじゃないでしょうか。こういった感じでなんか干す布とか干してたりするんですけど、はい、すごいですよね。この辺も犬とか鳩とか、特にカラスとかがもうすごいたくさん集まってて、もう動物が行ったり来たりして、電車来たら少し危ない感じもします、個人的に。はい、はい、こちらがミャンマーの電車の様子なんですけど、少しアレンから話というか、まあ、個人的なお話なんですけど、アレンは沖縄の那覇市出身で、沖縄にはモノレール、ユイレールっていうものがあるんですけど、東京みたいに便利な電車もなければ、こういったなんか沖縄の人ってすごいウチナータイムって呼ばれて、すごく時間にルーズなところとかあって、ミャンマー人そっくりなんですね。それで初めてアレンが東京に大学関係で関東に来た時に、日本人の中で東京の人ってすごく走って電車に間に合わせたりとか、時間の約束もきちっと決まってて、すごくパンクチュアルな感じだったんですね。で、沖縄の人っていうのは30分遅れても全然それは当たり前ですし、別に遅れることに対してそこまで罪悪感がないというか、そういった感じなんですね。はい、でミャンマー来て本当に思うのが、まず見てわかると思うんですけど、電車がそもそもないんですね。電車がないし、電車が走れる路線がまずそもそも整っていないというので、まずミャンマー人は電車ができたら、その電車があることにまず感謝すると思うんですよ。そして電車があって本数があるとか少ないとかじゃなくて、電車があることにまず感謝して、そのもの自体にまずは感謝して、それ乗れること自体にすごく感謝してっていう感じ、大事に使っていくとアレンは思うんですね。なんですけど、日本人の場合はすごく時間に間に合わせることばかりを考えて、電車があること当たり前だと思ったりとか、すごく間に合わせて走ってギリギリまで走ってドアを無理やりこじ開けて入る人とかも見たりして、すごくびっくりしたんですね。はい、遅れることはすごく良くないことと思うんですけど、そこまでする日本人を見てきて、アレンはなんかどうなのかなっていう感じもあったんですよ。特に日本だと人身事故とか関東とか特にあって、そういうのを見た時になんか電車の使い方というか、この
電車があることも当たり前のこの世界でいて、それは当たり前のことで、この電車が時間通りに来ることも当たり前、この運転手さんが時間通りに間に合わせることも当たり前っていう感じの、世界に多くの日本人はたくさんいると思ってて、でも自分の母国というか、ホームタウンである沖縄と関東を比べた時とか、ホームタウンとこのミャンマーを比べた時にすごく似てるところだったりとか、なんか似てて逆に共感できるというか、分かるところもあったりするんですね、正直。はい、っていうところがあって、なんか沖縄と、関東日本というか、沖縄とミャンマーっていういろいろ比べ方は違うんですけど、そう言って比べた時に、なんかいろいろとアレン的には共感できるというか、すごく発達することよりもこうそのもの自体があることに感謝していくミャンマー人っていうのはすごく素晴らしいのかなって思いました。これから電車ができてどん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 栄えていっても、ミャンマー人はその電車がなくて困ったことをすごく覚えてると思うので、きっとマナーもいいと思いますし、大事に大事に使っていくのかなって個人的に思いました。はい、以上で今回の動画は終わりにしたいと思います。今回なんかアレンが個人的に思ったことも少し述べたんですけど、これからもいろんなところを回って、いろんなミャンマーの皆さんが分からないところ、行ったことがないようなところをどんどんどん調べてシェアしていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それからもしよろしければ概要欄にですね、アレンのインスタグラムとか、Twitter、ブログもホームページの方も載せたいので、お時間あればよろしくお願いします。ではこの辺で失礼します。また。